こんにちは、社会保険労務士の竹久です。今回はですね、残業が多い場合に何に注意しなければいけないのかっていうことについてお話ししていこうと思います。勤怠管理してるとですね、残業が多くなってしまう会社さんっていうのもあると思います。もちろんですね、残業を少なくする努力っていうのは必要になるんですけれども、それはですね、今後の話であって、過去に残業が多かったっていう事実は変わらないということになります。そこで今回はですね、今後残業を減らすっていう観点は除いて、残業が多かった場合にどのような注意点があるのかっていうお話をしていこうと思います。注意すべき点っていうのはいろいろあると思うんですけれども、やはり一番気にかけなければいけないのは健康管理のところかなと思います。従業員本人の健康のためにも、会社のリスクヘッジのためにも、健康管理っていうのは非常に重要です。これに関する法律がありまして、時間外労働がですね、月80時間を超えて本人が申し出をした場合、会社は医師による面接指導を行うっていうのがルールになっています。しかしですね、このようなルール、従業員さんは知らないことが多いと思いますので、月80時間以上の時間外労働があったら、会社の方からですね、従業員にこういう制度があるんですけども、利用してみませんかみたいな促しをするっていうのが必要になります。ただですね、やはりあくまでも本人からの申し出っていうものが必要なので、強制させるっていうものではありません。よってですね、残業時間が多いってなった時に、特に月80時間を超えてる場合はですね、医師による面接指導が必要だったなっていうのを思い出していただきたいなと思います。じゃあこの医師による面接指導なんですけれども、どのように行えばいいんでしょうか。まずですね、50人以上の事業所であれば産業医がいるはずですので、その産業医の先生に相談して面接指導を行っていただくっていう形になります。対して50人未満の事業所に関しては、産業医専任の義務付けがありません。よって地域産業保健センターを活用するといいです。こちらはですね、無料で面接指導してくれる医師を紹介してくれるということになっています。実際ですね、紹介してほしい方はお住まいの都道府県の地域産業保健センターのホームページを検索してみて、そこからですね、多分申し込み方法っていうのは各地域の保健センターによって違うと思いますので、指定された申し込み方法で申し込みを行っていただければと思います。これまでですね、月80時間以上の時間外労働があった場合っていうお話してきたんですけれども、では80時間未満だった場合はどうなんでしょうか。確かにですね、月80時間っていうのは一つの目安ではあるんですけれども、それを下回っていれば何もしなくていいっていうわけではないと私は思っています。一般的にはですね、月45時間を超えると過労死との因果関係が強まるというふうにされていますし、45時間未満であってもですね、場合によっては負荷がかかってしまっているっていうこともあり得ると思います。とはいえ、やはりサブロック協定の上限である45時間っていうのは一つ基準になると思いますので、月45時間を超える人に対しては健康面で何かしらの配慮が必要になるんじゃないかなと思います。月80時間までいかないけれども、やはりちょっと従業員の健康面が不安だっていうようなことがありましたら、それこそ先ほどお話しした地域産業保健センターに連絡してみて、ちょっと相談してみるとかもありかもしれないです。勤怠ソフトを入れてる会社さんはですね、残業時間のところ、サブロック協定の上限を超えてないか、特別条項の回数を超えてないかみたいなところを気にされてる方もいらっしゃると思うんですけれども、それプラスですね、健康面での配慮っていうところにも目を配って管理していただければいいんじゃないかなと思います。それでは今後も人事労務について分かりやすく解説していきますので、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。